ご視聴ありがとうございます。ハルビアホープスの鈴池です。コマンダー塚本こと塚本です。エルフマスター高野です。あ、僕元もう出してます。久しぶりです。というわけで始まりました第47回 MTG 対戦バラエティハルビアコンバット。うん、4人いますね。ということはうのしましょう。あ、いえ、うのじゃない。じゃあマージャン。あれでしょ、あれ、ブロール。ブロール、ブロール、ブロールって何という人の簡単に説明しますと、統率者との共通点から説明します。まずその1、統率者カードを決めてデッキを作成する。まあ、統率者カードっていうのはレジェンドクリーチャーですね。で、その2、基本土地を除きデッキに同名のカードは入れられません。なんでまあ、1111111みたいなデッキリストになっていきます。で、その3、デッキには統率者の固有色、これはマナシンボル、マナシンボルとテキスト欄に書かれているマナシンボルをのカードしか入れることができません。で、その4、テキストに指定した統率者の 色以外のマナシンボルが書かれたカードは入れることができません。で、その5、自分の統率者が統率領域にある限り統率者をそこから唱えることができます。で、その6、2回以上統率領域から統率者を唱えた場合、その回数につき2を追加コストとして支払います。まあ、1回死んだらプラス2で、2回死んだらプラス4とどんどん増えていきますが、その代わり何回でも唱えられるのが統率者のいいところですね。で、その7、統率者が打ち消されたり戦場を離れた場合、それを本来置かれる場所の代わりに統率者領域に戻してもいいです。そして、その8、マリガンのルールは統率者と同じで、最初の1回はフリーマリガンで戦術なし。で、2回目からマリガン後に戦術をしてゲームを始めます。で、ここまでが統率者との共通点になります。そして次に、ブロール、固有のルールです。その1、伝説のクリーチャーに加えて、伝説のプレインズウォーカーを統率者に指定することができます。その2、スタンダードのファイナルカードのみ使用できます。で、その3、デッキは統率者を含めて60枚で構成はちょっと違いますね。本来は100枚ですが、今回は60枚なんで、デッキ組むのもちょっと楽ですね。で、その4、統率者ダメージによるゲームの敗北ルールがない。これはもう統率者がいくら殴っても30点、まあ、初期ライフの30点を削らないとダメということですね。で、説明しましたが最後になりますが、初期ライフは統率者戦とは違い30となります。要するにスタンダード版統率者ってこと。はい、そういうことですね。じゃあ、まあ、ということでやってみましょうか。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。デッキどないですけど、どうしたんですか。デッキ出していいんですか。はい、デッキ、ちょっともう今日荷物ないんです。デッキこれワゴンで、ワゴンで、ワゴンでやろうかなと。中学校以来見たことないですはい、じゃあお願いします。お願いします。はい、じゃあ、ダイス行きます。あ、ダイス。はい。ダイス振って。はい。振って。はい。おー、はい。6。8。3。出してみてもらいます。はい。じゃあ、鈴池さんからどうぞ。はーん。お、ジョイラ。ジョイラ。ジョイラは何でしたっけ。歴史的なスペルを唱えると、ワンドローします。歴史的とはアーティファクトと、レジェンダリーと、英雄。英雄さん。英雄さん。英雄さん。何枚じゃあ次、はい、お、マーヴィン、エルフかよ。エルフです。お、さすがエルフマスター3まだ1日これドラフト0点カードなんですか。あ、0点カードですか。でもコマンドだったらまあまあ点数高いと思いますけど、他のエルフ一体がデルタと、1時間負担が乗ってって、はい、それでパワー分のマナーが出ます、ね。おお、へ、はい、なるほど。じゃあエルフを出せば出すほどマナーが、そうですね。あとパワー分なんで、まあもともと1日あるんで一応1万を確保。はい、7エルか間違いない。はい、そして僕はジョダー。ジョダー4マナ3、ケモリさん特殊ルールなんですね。特殊ルールなんですね。さっきも説明した通りでありますが、テキスト欄に書いてあるマナシンボルも固有色として含むんで、これはなんと5色でデッキを組めることができるという。なるほど、そう、特殊なんですよね、はい、で自分の手札のカードを本来のマナコストの代わりに白、青、黒、赤、緑を払うことによって唱えることができる、はいはいはい。まあ、全色出てればどのコストも代わりに5マナでプレイできるっていう、まあ、太陽の拳っていう昔のカードのリメイクですね。
特殊なんですね。はい、ですね。面白い。じゃあもう、はい、いつも公開する。じゃあいきますよ。ノースリー。いやー、いやで、このノークリーチャーのマークは、ベンゼブロックの負担やークルが、ベンゼブロックの負担なんですけど、こいつが姿変えられて、カエルに食われた姿なんで、最終的に死んでますね。最終的には爆発してる。はい。で、能力は能力はパンチです。パンチ。パンチ。パンチすると強い。でかいです。キングさんなんで。はい。ではなんです。じゃあ行きましょうか。マリガンチェック。はい。キープしようかな。キープで。はい、キープします。じゃあ、俺もキープですかね。キープします。みんなマリガンチェックお願いします。ファーストドローです。ドロー。スマホ置いて終わりです。ドローします。はい。沼打てエンドです。はい。スタートスリーのやつやべんだよな。はい、じゃあセットしてから。小学生ですよね。はい。革命派のチェックを置いて。じゃあ、ドローします。じゃあ、盛り置いて。すげえ飛ぶんだ飛ぶんすげえお願いしまーす。やべえ出たー。ラムネル出ますか、言った目に。出ちゃいましたね。すげえ。フロールパンツさえ飛ぶん。いきますよ。取れます。で、これ沼置いて、今まで。ネズミの軍勢。ネズミの軍勢ネズミの軍勢これ特殊ルールでの、何枚をかを詰められるんで、何枚かそうそう、ルールを無視して、そうです。危ないです。2枚以上で。はい。やべです。特殊ですね、こいつタップインした後に、はい、さらに同じ、はい、ほぼ同じゴフ B がラウンドゴフ B もう真中から弱いもの2つのラウンドリーより弱いじゃない、はい、じゃあタップしてゴフ A が下げられた、はい、ゴフ A を下げて基本地形ですね、はい、基本地形を持ってこれるんで手札に加えておしまいです、はい、じゃあまあこれはブローらしいですよね、やることが。いや、でもなぁ。お、自分は怖い。欲張ってもいいなぁ。欲張るとは。欲張りとは。なんだろう。お、欲張った。うわぁ、強い。カウンターがあるのか。否認否認ひえぇおぉ。欲張りは許せねぇ。欲張っちゃった。やはり、ネゲート。コブス、彫像。強い。欲張り返し。欲張り返し。割と重要。ちょうどは許せねえな。ヘイトが向かってる。こんなもの起きやがって。こんなカードでヘイトが見てるよ。2万ネズミの分析、はいはい、これパワーあるんですよ。セットしていいですか、はい、ガラ空きに向かっていくぞ。3点テイクして27エンドです。はい、アンタムでドローです。セットそして、はい、デイキとの禁止カード、禁止カード、ブロールではなんと禁止カードは普通にデイキとジョーの使い方何なんすか。そんなの違うんです。今プレイしてるカード実質5分みたいなカード3枚だけだから。3ターン連続同じ感じがある。タッチ5分大好き。日本地形しか探してない。5分5分だから5分5マナで5分プレイしてもいいんですよ。はい、じゃあ着目お願いします。5分しかあってます。そしてエネルギーが2個溜まって、はははははは。エネルギーファーム使っていいですか。そしてエネルギーさらに極エネルギーおじさんとかです。で戦術を認します。カード弱くないですか。いやいやいや、こっからですか。まあ確かにメガネあったら。じゃあこんな感じになっておしまいです。はい、失礼します。まあ実際メガネあったらつまんないですもんね。コマンダー、まあ、消されたんで、やつこっちをプレイしようかな。どうぞ。はい。許さねえぞ。許さねえぞ。俺の存命書を。そんなん通すわけないな。ドロー。君は自分のライフを心配そうがいい。いや、そんな死なないだろう。まだ言うて。次2体プレスなんて。いや、まだ26もある。言うて。言うて。はい。はい。終わりでーす。ちょい。なるほど、どうこれか。セットアウトします。はい。まず2番。はい。まず2番。お、何が出る。あー、ネズミかー。からの、お、今度こそ。どれをプレスして迷うなー。これか、これ迷うなー。4枚あるぞ、あいつ。じゃあ、これにしましょう。これですか。はい、これにしましょう。ネズミの分。いやー今、5-1です。5-1。ここはね、5-1になってるんでね。次は一斉発射のためにね、6回いる。いないっす。
フルタまあ、ここはず、チャージターン、10点。チャージと、突撃のチャージが。返しまーす。チャージターンで10点。チャージの意味。わりかしパンチ入る。はい、それでは。ついにブロッカーが現れた。はい、僕もブロッカーを出しておしまいです。あんた、ドロー。さあ、ブロッカーは何に並ぶのか。マナリンは死ぬと困るけどね、こいつだったら死んでもいいから。誰かな、ドルイド指定で。はい、2-2。アンセムも強い。アンセムもまあまあいい。気が強い。どうぞ。ムーブ。だいぶ戦場が煮詰まってきたので。どうしまーす。ジョイラプレイ。無視、無視、無視。自分のやりたいことをやってたんし。だいぶカード引けちゃうね。しかも全員フルタップ。毎ターンフルタップ。ガラ空きっすよ、今。どうすぎー。コムスで調査あるけど。そろそろやばいですよ、ほんとに。いや、もうやばい。そろそろやばいですよ。続いてな。そろそろやばいですよ。ブロッカーを消す。ドロー。強え。強い。ジョイラの使い方って。でも俺、こっからゼロマーケン連発とされたら。はい、これで。ターン終了。ターン終了。ターン終了。なんでだ。ドロー。なんでだ。なんでだ。なぜか考える。まず2マナ払うか。まず2マナで。まず2マナ。とりあえずプレイするか。最善の軍勢。はい、もう2マナ払って、ネズミの軍勢。7位。7位ですね。28点。28点あるってことは。ということは、ブロッカーが2匹。ブロッカー多いんだけど、あそこ2匹一体、はい、まあどっちかやね。ブロッカー好きな場所に攻め込む。まあちなみに殴ったら死にますよね。はい、ま、はい、はい、死にますが、どうしようかな。いいですか。明らかに僕よりも周りの方が。ジョダさんはね、ここの音はね、覚えておかないと次にネズミがね、こう、来る可能性があるので、ね、夢夢忘れなくて、ヘント。夢夢忘れなくて、ブロック。OK、ねえ、2時って。急にやった。終了。おかしいな。バンパンが、バンパンが。はい、頼むぞ、ジョダ、頼むぞ、ジョダ、行け、ほら、行け、あー。沼があったら、全勝で。ここにね、沼があるんだよね。マナ一番マナ使っちゃう。マナ使っちゃうんだよな。弱いな、このアミレット。このアミレットの弱さは天下一。このアミレット弱いな。ジョダさんあれですよ、シリキの HP あと9なんで2パンすれば2パンすればコマンダーフォアで向かってるかもしれない。やめて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 。じゃあとりあえずご夫婦さんなんでご夫婦さくりますか。うん、おしまい。おしまい。ドローします。ブロックネズミの脅威に難しいな、おい。俺もブロッカー用意しないとね、そろそろ。もうなんだ、あいつは。ネズミ一番。ドルイドなんでワンドだった、ね。え、強い。あいつ、恐竜マナクリン。ドルイドなんでワンドをします、ね。え、ブルさんはいい。ドルイドです。で、プライスカウント上がる。まあ、学べるんで、ここにしようかな。で、さらにこいつ自身の能力でも。もう一個乗るで、まあ。あんまりやんちゃすると負けちゃうからな。4マナで。なんかいいのか。夢で回収したいです。あ、3マナで回収。はい、うん、で、3マナで回収で、ドルフィだ。ドルフィだ。で、エルフガン。結構ヤバくね。フライング持って皆さんはそろそろ自力にアタックしようと思わないですか。それだったかな。どうしまーす。サターンだとか。わからん。とか、これに装備品ついたらやっぱそうっすよ。わかんないけど。青っか。でも冷静にみんなブロッカーは用意しないとね。はい。今仕事でたやつ負けるから負けねえわ。で、はい、レジェンダリー戦闘。仕事でたら使えないで。色使えないぞ。死んだと思った。仕事でたらいなかったわ。マジで死んだと思った。マイナス2をして、深い間のコピーをして。はい。収益死ぬのか、そして。そこが2個。2個、フライが2匹いるの。そこが2個をさすがに、冷静に殴ったら追跡されます。はい。コースとか3も減った。すごい。モックサンバーを取る。はい、ゴードロー。強い。おお、強い。おお。青分からして、パラドックスエンジンを取る。おお、さすがパラドックスエンジン。強いね。からの、無限に入りそうだと。セロンプリズムプレイして、ここがアンタップ。
として、まあ、キャストでドローを、着地してドローを、はいはいはい、勇者を即席と青魔のでキャストして、はい、切るとしてこれは別にドローでいいな、ドローを引いて6000人強いじゃね、止まった6000人強い、ファクトが、ファクトはまだたくさん、青を出して青を出して青ですね、はい、普通にアイコンを見てる状態で0万円出すと、はい、反応して、ドローを、これ、これ戻すやつ、これ戻すやつ、戻すやつ無限にドローできるんじゃない、そうそう、これでじゃあ、これは負けだ、マナが4マナかかる、4マナかかるの、重いんだ、重いんだ、お、極だ極だ、極過剰に反応、極反応に極王子、赤出して、はい、まあ、即席でいきますと、はい、もう苦しめる声をして、苦しめる声して宝物出てくる、宝物、え、ちょ、え、何してんすか、何してんすか、途中ですよ、途中ですよ、え、ちょ、え、ちょ、え、ちょ、今、撮ってます、撮ってます、動画撮ってます、できた、じゃあ宝物はですね、はい、もうちょっと出して中国語出して置きました、置きました、はい、出して街の上にアンタップしてこれルーターですよね、確かこれルーターです、まあエンド時だけど、あ、ルーターになるのか今、もうあ、もうパラドックスエンジンがあるんですよ、アニマナクってたらルーターできるように、おお。4マナ出して、これを赤にしたいです、あ、どうだろう、え、あ、違う、途中途中2で、要は席でつむじ風キャスト、はい、アンタップして、これは誘発する、これも誘発してる、はい、エネルギーが4つで、はい、4つで1つで3マナで、リキシンズをキャスト、いっぱいできるなぁ、5番だけでよかな、トークン出すとエネルギーが3つ出る状況なんですね、はい、なので無限にトークンがまず出るようになります、はい、いっぱいトークン出しました、はい、はい、無限トークン、無限トークン、ネズミは絶対殴れない、無限トークン、いやもういけなかったね、今ファクト3回プレイしたら勝ちじゃない、そう、3回プレイした、そうそうそう、3回プレイした、1回目これにしたら勝ちじゃない、もう、あ、違うのか、これ何のコピーになるやつ、何でも、何でもやれるよ、これのコピーになったら、マナ浮いてるマナでコピー出して、コピーになって、はい、もう一回出し直して、出して、ね、で、無限追加弾入って、サクッて追加弾入って、全殴れば、間違いない、はい、はい、負けました、ありがとうございました、はい、そういうわけで今回の早火はコンバクトいかがだったでしょうか、ね、今回いなかったけど、そのね、ボーラスとかも伝えるわけでしょ、ああ、確かに、うちのカーンも使えます、そうなんですよ、僕の質問今日ヤーグなんで、これも実際種類の方しか入ってない、実はね、馬とネズミの軍勢しか入ってなかった、ハレビアでは毎週水曜日に平日ブロール集会というイベントを開催しておりますので、今回の動画を見てブロールに興味が湧いたという方はぜひ鉄橋を組んで参加してみてください、ぜひヤーグで、ぜひヤーグ参加してくださいよ、これ、はい、また今回の動画が良かった方はコメントやチャンネル登録シェアなどをしていただけたら幸いです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、今回もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、またね。